アニメに命が吹き込まれる様子を見てみましょう。急げルフィ。ワンピースはこのように数多くのキャラクターが登場するアニメ、一体どのようにアフレコをしているんでしょうか。一斉にやってアフレコスタート。変態の頭と取り巻きの次は貴様らの番だ。マゼラン、そんな、イワさんたちが、くそー、はい、ダルフィ。こちらが主人公ルフィ役の田中真弓さん。数多くのキャラクターの声を担当してきた超売れっ子声優なんです。クイーンか。ゴムゴムのチャンピオンライフル。これヘキサゴンもその人です。そうだね、ヘキサゴンのコーナー、はい、また現場ではこの4本のマイクに全員が入れ替わりながら一気に収録していくんです。そうなんだ、チームワーク必要だなこれ。これさっき手に入れた古伝電虫、一応持ってってくれ。囚人役、おい、さっさと出せ。出航だ。ええか、急ぐぞジンベ。さらにアフレコ現場ではアドリブも満載。アドリブ、台本では裏切り者の一言だけですが、うん、俺たちが置いて一人で逃げやがったんだ。裏切り者、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 裏切り者。なんと7回繰り返すという見事なアドリブ。そんなアフレコに携わる裏方さんはこちらの方々。あ、チェックしてるんですね。そしてアフレコ最後の仕事が、またひげ、はい、それではガヤ撮りの方お願いいたします。ガヤ撮りとは主要キャラクター以外の周囲の感性などを収録すること。若手芸人的な。全員でやるんですね。はい、 OK です、いただきます、ありがとうございます。やっと今日寝る、今日寝れるんですよ。こうしておよそ4時間で1話分のアフレコ撮りが終了。大変だねこれ。